はい、皆様、こんばんは。もう5時回っておりますんで、こんばんはと申し上げております。外はね、もう今日は日が全く照りませんでした。雨も落ちませんでしたけども、ただね、もう寒い曇り空、そんな感じの宮崎でございました。清武はちょっと風も吹いてね、肌寒い感じもいたしましたが、そんな中、たくさんのファンがね、今日も詰めかけてくださいました。今日は僕は朝ホテルから、9時半頃にだいたい速建スタジアムの清武総合運動公園のあたりに着いたんだけど、タクシーで、マックさんと一緒に乗っていったんだけども、その時点でね、いつも僕らが言ってる一番遠い駐車場がもう満車でした。で、その後の車はもうどんどんさらに遠いなんか駐車場があるみたいな臨時駐車場、そっちに案内されてました。だから車のこの混み具合からすると、前回と同じぐらい混んでるんじゃないかな、2万9000入った時と同じぐらいね。まあ、それぐらい、多くのファンが今日は詰めかけてくださいました。本当ありがとうございます。で、今日は第6クール2日目ということで、実戦が2つ。朝11時30分からは第2球場の方で紅白戦、12時30分からはメイングラウンド、速建スタジアムの方でベイスターズファームを迎えての練習試合ということになりました。で、まずね、11時半スタートの紅白戦。だから昨日は紅白でチームを2で割って、で、それだけじゃなくて、今度は対外試合のベイスターズ戦もありますから、チームを、3つに分けたんだよね、今日はね。それでもこう戦えるというところがすごいなと思うんだけども、この紅白戦の方は先発赤組、宮城投手でした。昨日、ドゥサンベアーズ戦で先発予定だったんですが、雨のため中止になって、今日にスライドという形で紅白戦でのマウンドということになりました。で、初回先頭バッター、宜保選手をまずは三振に打ち取って、ね、続く2番の佐野皓大選手はレフト前ヒット、これナイスバッティング。で、ランナー背負うんですが、その後の西野選手をショートフライ、さらには、次のラオウ選手、杉本選手をショートゴロ、バット折れました、に打ち取って、初回被安打1、奪三振1、無失点という、上々の立ち上がりと言ってもいいでしょうね。そんな1イニングを投げました。で、前回も日本新薬戦では2回を零封してますんで、実戦形式では、3イニングス、ここまでは失点がないというような状況で、今年はちょっとこの遅めにね、仕上げているという話もしていた、ゆっくりめって言いますか、自分のペースで、宮城投手、いい仕上がり具合ですね。ナイスピッチングでした。で、12時30分からは、で、僕はその後もう中継、今日ずっと入ってて、紅白戦はね、ここまでよ。で、その後は12時30分からの練習試合というところで、もう結構もう最初のオーダー見ますと、2打席までは、1軍クラスの選手がたくさん出ていましたね。今日は1番、セカンド、太田選手入って、太田選手、西川選手が2番ですよ。ね、この辺もしっかりと、打順組めていますし、3番に紅林が入って、4番、頓宮という、これいいよね。4番、森選手か。4番、森、5番、頓宮という打順で、で、その後若月選手が入ってというような打順を組んでおりましたね。中川圭太、宗、廣岡といったメンバーで、来ましたけれども、まずピッチャーの方から言いましょうか。今日先発は曽谷投手でした。3回を投げて無失点ですよ。で、今日投げ終わった後インタビューにも来てくれたんだけども、今日はとにかくキャッチャーの若月さんとはゾーンの中でしっかり勝負しようという話をしてマウンドに上がったそうなんですが、そのテーマ通りしっかりゾーンで、勝負できたし、スライダーでも三振も取れたしということで、本人もまずまずの納得の、内容だったということ、順調に来ていますということで、本当に空いたローテーション、穴に入ってきてほしいピッチャーですよね。2年目、曽谷投手が素晴らしいピッチング、3回を無失点に抑えました。で、その後、4回からはこの4、5、6と1イニングずつ外国人が投げるマチャド、カスティーヨ、エスピノーザ。で、3人それぞれタイプが全く違うんだけども、0点に抑えるんですけども、マチャドも、しっかりランナー出したんだけど、ゲッツーで3人で抑えた。カスティーヨも先頭バッターにフォアボールを与えたんだけども、その後は三振を奪う。で、エスピノーザが3者連続三振。もともとね、先発しても、投球イニング数よりも奪三振の方が多いピッチャーなんです。その分、制球がどうかなという不安もあったんだけど、今日そんな感じは全くなかった。どんどんストライク先行で、強いボール、そしてこのキレのいい変化球で3者連続三振ですよ。エスピノーザの株が今日はぐっと上がった、そんな1日ではなかったでしょうかね。で、続く阿部ちゃんも3者凡退に抑えて、で、8回、椋木君が投げて、ランナー背負うんだけども、しっかり抑えたよ。
で、富山くんも9回三者凡退、素晴らしいピッチングでした。だからね、ピッチャー陣が本当収穫があった今日のゲームで、外国人がそれぞれこうタイプが違うんだけども、なんか楽しみな存在という感じにね、見えました。楽しみよ。カスティーヨもね、まあ、日本での実績があるからね。マチドもメジャーでの実績があって。で、まあ、エスピノーザが、まあ、これまで、まあ、去年はトリプル A でね、すべて先発していたんだけども、さあ、どうかな、これ楽しみな選手ですよね。また見てみたいなっていう感じがしました。で、打つ方では、今日は先制は中川圭太選手の犠牲フライで1点取って、で、その後もセデーヌ選手のタイムリーであるとか、ね、あと、終盤はもう、後半、ゲームの後半はオリックスもみんな若い選手にチェンジして、その中で終盤ね、川野選手ルーキー、まあ、育成ではあるんだけども、今日はタイムリースリーベースとレフト前タイムリーヒット、2安打2打点ですよ。で、平野選手も途中から出てタイムリーで、打点をマークしていましたね。大里選手もツーベースを打つということで、まああとそうですね、頓宮選手にもしっかりヒットが出た、宗選手もクリーンヒットが出た、若月選手もらしいライト前ヒットが出たというところで、まあ、打つ方もみんな順調なのかなっていう感じ。まあ、今日は森選手がノーヒットで、あと西川選手もね、2打席立って、セカンドゴロ併殺だと三振ということだったんだけども、まあまあ、この辺はね、まあ、今日あんまり天気も寒かったしということを考えれば、まあ、実戦に、まず目を慣らしていくという段階でいいんじゃないかなと思います。ただ、その、終盤のね、若手の選手たちが、しっかりとアピールできたというのは大きいね。相手もベスターズファームで同じ若い選手との対戦になったんだけども、そこでどんどん点が取れていって、最終的には9対0で勝つんだけれども、終盤にも点がしっかり取れたというところでは、素晴らしい、今日は試合ではなかったでしょうかね。まあ、本当、レギュラークラスも順調に進んでいるのかなという感じ。で、今日、阿部投手もね、言うの忘れた、さっき、ピッチャーでは、阿部投手も今日、三者凡退に抑えたんだけど、もうちょっといろんなボール今日試したかったんだけども、相手がどんどん早く打ってきたんで、全部は試せなかったんだけども、まあ、満足のいく投球でしたという話をしていたんでね。まあ、その辺はちょっと贅沢な悩みなのかもしれませんがね。そんな話もしてくれました。というわけで、今日は紅白戦と、そして対外試合、ベイスターズ戦というね、ベイスターズファームとのゲームが組まれましたけど、明日は楽天モンキーズ、台湾のチームですね、がやってくるということになっています。さて、もう明日は第6クール3日目最終日ということになりますね。もうそれが終わってまた週末、週明け月曜日お休みで、火水木の3日間でもうキャンプ終わるということ、まあ、実質もうね、ほとんど実戦になってくるんでね、キャンプらしいキャンプというところで言うと、もうね、終わりが近づいてきたという感じがしますね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日も実戦でございます。マクさんは今日帰られました。明日は斉藤昭雄さんの解説でお送りする予定です。じゃあまた。ありがとうございました。まあでも、ピッチャーも良かったよ、今日本当にね。